ざけんなふざけんなやってられるか冗談じゃねえふざけんななんだかくだらねえ死んじまえ全員ふざけんななこれやってられっかおいどうしたんだよちゃんとしないとまずいだろできるわけねえだろマグロこれおい待ってくれお前何に腹立ててんだよ名前だよえ俺の名前だよ名前甘エビってなんだよおかしいだろなんだ甘エビってなんだ甘エビってよいやそれのどこがおかしいんだよお前今まで気づかなかった教えてやるよじゃあえ世の中にはいろんなエビがいるだろう車エビボタンエビ手長エビ伊勢エビオマールエビとかないいかみんな見た目の特徴とか産地が名前になってんだろああそんな中甘エビってなんか俺だけ味なんだよなんか食われること前提じゃねえか俺おかしいだろっつってんだまあでもさそれだけ美味しいってことなんじゃないのお前分かってねえのその美味しさの話してねえんだよ甘いかどうかっていうのは食った後の話だろいわば結果なんだよっていうことはだこんな名前がついた由来はこうとしか考えられんだろあエビがいる食べてみようむしゃむしゃあ甘いこれを甘エビと呼ぶえじゃあその前何だったのとりあえず食ってから名前決めてんじゃねえぞ名前名付けてから食えせめてそうだねそんな無礼な話があるかそりゃそうだああで甘いっつうのはよ他のエビとの比較でしかねえよな別に俺チョコレートみたいに甘いわけじゃねえんだはあその基準となるエビと比べて私は幾分甘かったんでしょうだからこうして甘エビなどという名が付けられたのでしょうで何が言いたいかですって俺本体を見ろってことだよ他のエビと比較してどうこうじゃなくて俺本体を見て名前付けろってことだ何比較で名前付けてんのおかしいだろめんどくせえなこいつらいやでもさほらあっちのエビなんてさただのエビとしか言われてないわけじゃんそれに比べたらいいんじゃないの特徴があるってことなんだからだからもうそれも気に食わねえんだよなんであいつがエビで俺ら甘エビになんなきゃいけねえんだよあなんであいつが基準なんだよ逆でもいいだろ俺がエビで向こうが甘くないエビでもいいわけだから待てよお前それはおかしいだろはお前の言ってることが今一番おかしいぞいやだってもう甘くないエビなんか頼みづらいじゃねえかよよく考ええ何何お前え甘エビはおかしくなくて甘くないエビはおかしいのその考えが一番おかしいなぜそう思うかっていうのを言ってやろうか甘エビっていうのがもう浸透してるからお前思わないだけでこの世界が甘エビがなくて甘くないエビがこう逆になってたらお前もう今の意見まるっきり逆になってるぞなあありものにも疑いの目線を持てよお前浅いわ浅ましいわこいつうるせえこいついやでもさ君の方が値段が高いんだからもっと自信持っていいんじゃないのまあ確かに俺は260円の皿に乗っていてあいつは200円の皿だよでもよく考えてみろそしてこっちをよく見てみるといいなんだ俺はニビなんだよニビで260円だあいつは1ミリで200円だああそか命は平等ですか確かにだろでもっと根本的なことを言えばだあいつがエビなんていうシンプルな名前で言われてるのはこの寿司界だけの話だあいつにはな素晴らしい名前があるんだよあいつの名前ブラックタイガーだぞでもさねそんなこと言うんだったら君にも正式な名前があるはずだろあるよだったらいいじゃないかよよくねえなんでだよ誰も知らねえからだよいやそんなことはないだろ言ったなお前じゃあ耳の穴かっぽじってよく聞けや俺の本名はな北国赤エビだ北国赤エビ北国赤エビそうだそうだそうだったね北国赤エビだったよねそうそうそう知ってる知ってる北国よく聞いたもんだって北国はごめんどうだろう誰も知らねえ名前なんかないによないに等しいんだよえ絨毯の上をコロ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 あるだろ絨毯上を掃除するコロコロあれだってきっと正式名称はあるでもあれはもうコロコロだ灯油を吸い上げるシポシポだってそうだ正式名称はあるでもあれはもうシポシポだろテレビに出ているピーターになってきっと正式名称はあるはずだでもあれはもうピーターだ確かにな
ってことはだ、やはり俺は甘エビでしかねえんだよ。いやでもさ、そのエビってことで考えたらさ、そういうふうに思うかもしれないけど、そのほら甘っていう方で考えたらいいんじゃない、その甘の仲間というふうに考えたら。出た出た、その理論言ってみじゃ、その甘のつくもの言って。いやほら、甘栗だろ、うん、で甘納豆だろ、うん、あ、甘酒なんてのもあるじゃないか。気づかなかった今自分で言いながら。え、全部加工されてるだろそれ。なあ、本来の素材に人間のテクノロジーが加わって、栗にテクノロジーが加わって甘栗だろ。ああ、なあ、ノンテクノロジーだわ俺。むしろ鎧を引っぺがされて引き算されたという見方もある。なのに甘エビだよ、そっちの仲間でもねえだろ。え、まあでもそうやって言うけどさ、あんまり後ろ向きに考えない方がいいんじゃない。出たお前、何お前、何今の発言。え、俺たちが後ろにしか進めねえってことを暗に揶揄したのか。いやそんなつもりはないよ。そんなつもりないって。終わったなお前、終わったや、エビ族全員的に回したぞ。なんだよその脅かし方よ。なあ、あのさ、やるかお前。なあなあなあ、ちょ黙ってくんねえかな。おい、ピクピクさしてないで黙ってくんねえかな。なんでこっちからしたらさ、ぶっちゃけどうなっていいんだよそんな話。引くわ、よくそんなひどいこと言えるな。そんなひどいことを相手に言って何も感じないとは、お前も心もマグロなんだろうな。おい、やめろそういうのお前。なあ、そういう疲れ方一番嫌なんだ、やめてくれや。あ、なあ、なんだなんだ、お、戦争っすか。戦争ってどういうことなんだよ。なんだよそれ。なんなんだ戦争ってよ。なあ、じゃあお前どうしたいんだよ。名前を変えたいに決まってるだろ。名前を変えたいんだよ俺だって。真っ当な名前で呼ばれたいよ、他のエビみたいに。ずるいだろ、車エビ、ボタンエビ、手長エビ、伊勢エビ、オマールエビ、挙句の果てにはブラックタイガーって、それはもう虎じゃないですか。黒き虎ではないですか。じゃあ変えたらいいじゃん。え、そんなに名前が嫌なんだったら変えたらいいじゃん。いやでももうこの局面まで来ちゃったらもう誰も呼んでくれないし。おい、そうかな。マグロ、お前ってやつは、そうだそうだ、名前なんて変えちゃえばよかったんだよ。それ俺は文句ばかりぐじ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 って。おいマグロ、サンキューな。勇気が出てきたよ。どうやらこの甘エビの甘という文字は俺の内面的な甘さを示していたようだぜ。いやそれは違うと思うぞ。その甘ではないと思う。よし、名前を考えよう。もう時間がない。名前を決めよう。ああ、エビエビエビだから、エビだから、エビエビエビシエビシマートエビシマート。いや違うか、違うか、これダメか。エビシマート、エビシラーメン、エビシラーメン、エビシラーメンもダメか。ラーメンだろうな。そうだね、そうだ。どうなんだ、やっぱりでもブラックタイガーだよな一番かっこいいの。なんでだろう、色が入ってるからかな。となるとエビと色を入れればいいよ、うん、エビの緑。それ呼ばれたいか。いいぞ、エビの緑。それ呼ばれたいのか。それはあーダメか。でもこうしちゃうとな、こっちが峰竜太ってことになっちゃうから。そうはならないだろ。そうか、いやそうはならないと思うよ俺は。なあ、格差が生じてしまう。いや格差とか生じないと思うよそれは。でもやっぱり見習うべくはブラックタイガーなんだよね。そうか、ブラックタイガーで OK なんだったらもうエビって入れる必要もないのか。もうドラゴンとか入れちゃってもいいわけ。なんでもありだな、ドラゴンでいいの。レッドドラゴン、俺超かっこいい。あ、でもな、俺もう向かれちゃってるからな。赤みが弱いか。となるとホワイトドラゴンってことになるけど、これはちょっとあんまりしっくりこないな。白い竜っていうのがあんまり強いイメージがない。となるといっそここは思い切ってドラゴン捨てちゃう。ドラゴンを捨ててホワイト残し、ホワイト、ホワイト、ホワイトアロー。いいじゃん、ホワイトアロー、かっこいい、早そうだし。ホワイト、あーでもな、このご時世弓矢っていうのがあんまり強いイメージないかもしれないな。となると死神。関係ねえだろそれは。死神なあ、関係ねえじゃん。ダメかー、し、風。風って何なんだ一体。自由を重んじろと誰にも囚われない生物、風。風って何なんだ。だから KZE 風。もうバイクみたいじゃないか。風400って言っちゃってんじゃないか。 400FX、 風 400FX。 FX ってもうバイクだぞそれもはや。うわダメだ、混乱してきた。ちょっと一旦原点に戻ろう。エビなんだ俺は。エビ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 ちゃん、エビモデルだよモデル。それモデル。ダメか、そうか、生物はキャンキャンの風刺飾らないもんね。そういう問題じゃないって。どうしようどうしよう。でもやっぱりホワイト、そのホワイトなんだよね。もうちょっと、そうかそうか、こいつの存在を忘れていた。そうか、こいつとのあれなんだ俺は。こいつと一体なんだ。
ホワイトツインミサイル。すごいこれじゃん。ホワイトツインミサイル超かっこいいじゃん。おいマグロ決まったぞ。俺の名前はホワイトツインミサイル。かっこいいじゃん。じゃあこれから俺のことをそう呼んでくれ。あ、わかった。じゃあ記念すべき第一回、心して呼んでくれ。あ、頼むぞ。あ、食われた。おいマグロ呼んでから死ね。おいマグロ、おい違う、あ、俺もだ、やばい、子供やめろ、食うな。違う、お前が食おうとしてるのは甘い味じゃない、ホワイトツインミサイルだ。